つも言ってるよね。世界一の剣豪になるってお父様に言われちゃったわ。女の子ではなれないって。私も男に生まれてくれば。絵にかんといてそんな泣き言言うなよ。男だとか女だとか、俺がいつかお前に勝った時もそう言うのか。そんなこと言うな。約束しろ、いつか必ず俺かお前が世界一の剣豪になるんだ。その刀俺にくれよ。俺はあいつの分も強くなるから、世界一強い剣豪になるからさ。何をせよ強さの果てに何を望む。マキこのまま心臓を貫かれたいな。なぜ引かん。俺にも分かる。ここを一歩で引いちゃった。なんか大事な今までの誓いとか約束とか、今のままへし折れて、もうこの場所に帰ってこれねえ。死んでもか。死んだ方がマシだ。なんという強気心、敗北に死を取るか。死死孫孫。ただし身代わりのこの俺の命一つで勘弁してもらいて。まだ大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。ルフィは海賊王になる男だ。つまり体も鋼のように。鋼鉄でも切れない。お前は切れない。俺がお前に勝った時、俺は鋼鉄でも切れる男になっているってわけだ。何も切らないと呼吸を知れて、鋼鉄を切る力。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで、もう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。